こちかです。よしみです。今回はですね、鮎の塩焼きをちょっとやっていきたいと思います。もう今の時期、血合いをずっと、使い始めてたんですけども、鮎の方も、だんだん大きくなってきて、まだ小ぶりなんですけども、ちょうど今の時期が頭から、食べても骨ごと食べれるくらいの大きさで、すごい、苦みもあり、美味しくいただける時期だと思います。だいたいこちらですね、こんな感じで仕上がります。で今回は、ただの塩焼きでやったんですけども、まあ鮎はもう本当に、そろそろもうちょっと大きくなると背干しっていって、まあ簡単に言うと粗いですね、刺身とかでも食べれるし、もう唐揚げしても南蛮漬けしても何でも美味しいんですけども、やっぱ一番定番の塩焼きが一番美味しいと思います。では早速ちょっと鮎の塩焼きを、焼いていきたいと思います。よろしくです。はい、はい、ではですね、鮎を刺していきたいと思います。今日は鮎の塩焼きをやっていきます。今日はちょっと生きてる鮎ですね、こちらカツ鮎が入りましたんで、ちょっと塩焼きにしていきます。で、ちょっとそしたらですね、今回は口から入れていきます。で、腹に一回こちらに出して、尻尾の骨の部分に刺します。そうすると踊ってるようになるんで、こちらを焼いていきます。で焼くときにですね、こちらのヒレですね、ヒレがすぐ焦げちゃうので、まず塩で化粧状をします。こちらですね、はい、こちらを焼いていきます。そしたらですね、こちらですね、鮎が焼き上がりました。こちらです。綺麗にこんがり焼き上げてますね。こちらを盛り付けていきます。お塩ですね、抹茶塩でちょっと食べさせたいと思います。たらですね、鮎をちょっと泳いでるようにちょっと持っていきます。はい、こちらですね、よいしょ、こちらで鮎の塩焼きの完成です。ちょうど泳いでるように、こんな感じかな、